ジェクシー、スマホを変えただけなのに、は、2019年のアメリカ合衆国のコメディ映画。監督は、ジョン・ルーカスとスコット・ムーア、出演は、アダム・リヴァインと、ローズバーンなど、スマホ依存の青年が、スマホの AI、ジェクシーに振り回される姿を描いている。CBS フィルムズは本作をもって、劇場用映画の制作を撤退し、以後の自社作品を、 CBS オールアクセスで配信するようになった。つまり、同社にとって本作は最後の劇場公開作品となる。ポップカルチャーについての記事を書く職場で働いている。フィルはスマホ依存症に陥っており、恋人どころか友人一人いなかった。そんなある日、フィルはスマホを破損してしまい新しいスマホに買い替えた。そのスマホには、 ジェクシーという人工知能が搭載されており、フィルは当初彼女の指示に振り回されていたが、徐々に彼女の指示に従って生活を改善していった。その結果、フィルはスマホ依存から脱却し、恋人もできた。ところが、ここで一つ問題が発生した。ジェクシーがフィルに構ってもらえないことに不満を抱き、異常な言動を連発するようになったのである。 カッコ内は日本語吹き替え声優。二千十八年十一月二十八日、ジョン・ルーカススコット・ムーア監督の新作映画、レキシーにアダム・ディバインが出演するとの報道があった。十二月十九日、アレクサンド・ラ・シップの出演が決まったと報じられた。二千十九年一月、マイケル・ペーニャ、ローズ・バーン、ジャスティン・ハートリー、ワンダ・サイクス、ロン・ファンチズ、シャーリーにイーが キャスト入りした。同月、本作の主要撮影がカリフォルニア州のサンフランシスコで始まった。9月25日、クリストファー・レナーツとフィリップ・ホワイトが本作で使用される楽曲を手掛けたと報じられた。2019年8月22日、本作のレッドバンドトレーラーが公開された。9月4日、本作のグリーンバンドトレーラーが公開された。本作は、 アダムスファミリー及び、ジェミニマンと同じ週に封切られ、公開初週末に350万ドル前後を稼ぎ出すと予想されており、その予想が的中した。2019年10月11日、本作は全米2332巻で公開され、公開初週末に310万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場を9位であった。 本作は批評家から国評されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマトズには29件のレビューがあり、批評家支持率は14%、平均点は10点満点で3.56点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ジェクシー。スマホを変えただけなのにに笑える箇所が乏しいのが意図的であるか否かは判断しかねる。しかし、 この AI を題材にしたロマコメが依拠する発想が古くさく、アップデートを必要としているのは間違いなかろうとなっている。また、メトクリティックには11件のレビューがあり、過重平均値は39、100となっている。なお、本作のシネマスコアは B マイナスとなっている。ありがとうございます。